始めまーす。ジングルからいきます。はい。はい、皆さんおはようございます。10時になりました。ゆうたはあなたを幸せにしますか。はい、1時間この番組がスタートします。パーソナリティは牧師のリオです。エミちゃんです。リオとエミちゃんで、ちょっと若くはないけど暑い中一生懸命頑張っていきましょう。よろしくお願いいたします。言葉も途切れ途切れ。そうですね。
まあ、10時というのはね、ちょっとやっぱ早い時間かなと思うんですけれども、それに間に合わせて一生懸命走ってきましたということで、えみちゃんはどこから来るの？宜野湾の前原からです。宜野湾の前原というと、あ、そんなに遠くはないね。そうですね、ちょっと混んでます。混むところですよね、はい、那覇に向かうにはね、はい、明日から7時頃出たらいいと思う、ね、明日からじゃない、来週から気をつけますね。はい、そういうことでですね、楽しくおしゃべりをしていきますけれども、私たちは勇気を持ってですね、沖縄のタブーに挑戦しますと、はい、いうことで、ユタはあなたを幸せにしますかというタイトルで、今日で2回目ですね、はい、そうですね、はい、反応がぼちぼち出てきて、ああ、そうですか、はい、なんでユタの話をするんですかと聞かれましたね、非常に答えづらいんだけれども、はい、いろいろ理由がありますからね、はい、はい、私たちはクリスチャンです、はい、キリスト教徒です、はい、ですからユタとキリスト教というのは正反対ですよね。そうですね、全くね、右と左と、はい、もう本当に東と西と、こういうふうにね、絶対に相入れないというね、はい、そのようなところに立っています。また沖縄のね、この生活の中に、文化の中に、ユタというね、方がどっぷりと座っているわけですけれども、はい、しっかりと座っていますけれども、そうですね、じゃあ本当にユタを頼んで幸せになりましたかということを聞きたい、聞いてみたいです ね、 ね、そうですよね、聞いた覚えがないですね。聞いた覚えがない？ない、ない。あ、そうね。でエミちゃんもユタ買って、1回買いました、1ヶ月で100万円払って、はい、幸せになれんかった？いい、とんでもない、次は死だなと思いました。まあそういうことでね、まあユタを買っても幸せにはなれませんでしたというけれども、じゃあどのようにしたら幸せになれるんだろうか、はい、ということですけれども、そのお話もしていきます、はい、まずはキリスト教についてね、少しだけお話をしますけれども、キリストの教会、特に教会についてね、はい、社会の皆さんがどれほど知ってるんだろうかということですけれども、うん、大体どの程度知ってるんだろうね。えみちゃん、クリスチャンになる前どれぐらい知ってました、キリスト教というの。私の周りでですか？いや、あなた自身が。私はね、終戦直後、うん、小学校2年生だったんです、ヤンバルで、うん、1937年生まれですから、ああ、そうね、もう程遠いですね、100歳になって、ね、はい、その頃、うん、アメリカのね、チャプレン、うんうん、ウドラウ先生という方が北部一帯をね回ってらっしゃいました。名前まで覚えてるの？はい、覚えてます。英語の賛美も2つぐらいは頭に残って、ちょっと洋芸ひい芸覚えてますけど、うんうん、その方がとっても優しくてね、うん、あの時代、うん、救急車でした。夜中でも彼が飛んでいって病院に送ったり、いろんなことして、やっぱりキリスト教ってすごいんだなと彼を見ていて思いました。まだ幼いんですけど、優しいんだね。優しかったです、とても優しかったです。そうですよね、笑顔いっぱいで、うん、ハンサムで、ね、歌がうまくて、ハンサムがついたの？はい、ついてますよ。足が長くて素敵でした。足は短かったです、ね、短かった。意外と沖縄の人並みでした。じゃあ私に似ていたからね。うん、笑顔が素敵でしたよ、まあ、そばでオペレーターやってる大きいですからね、正志くんは足長いからね、かっこいいよね。じゃあ大体そういう形していたんじゃない、うん、まだまだちっちゃいです。あ、小さい。先生と一緒ぐらいです。あ、やっぱ私似て、すいません、顔は優しそうだった。あ、とってもニコニコでハンサムで歌がうまくて、もういつもね教会でうっとり先生見てました、うん、へ、牧師っていいなと、うん、でもね、沖縄戦争で本当に悲惨な体験をしたんだけれども、はい、でもキリスト教が入ってきたの良かったですよね。それはもう最高だと思いましたね、うん、多くの人たちがさ、小さい時教会行って、はい、そのいろいろなものをチョコレート類を ね食べさせられて、はい、初めて食べるのが多かったですよ、ね、多かったです、びっくりでした、うん、あれこそ神様の恵みかなって思いましたね。それとヤンバルではね、うん、今でもね70代以上は
ウドラオ先生ほとんどの方が覚えてます。そうなんだ、うん、それくらい影響力が大きかったですね、うん、じゃあ教会に対するキリスト教に対するイメージというのはその時に植え付けられた、はい、あの辺りは、うん、あのそうだと思いますよ。ヤンバルは、うんうん、ヤンバルだけかな。そうですね。ところがね、うん、あまりあの普及してませんね。ね、でもあの一時は結構多かったよね。多かったです、ね、だん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 少なくなってるんですけれどもね、はい、でもキリスト教に対するイメージというのはおそらくね皆さんいいイメージ抱いてるんじゃないかね。はい、ございますね。教会ってさ、はい、あのいい人が行くんだよねとか、そうですね、優しい人だよねとか、はい、親切な人たちだよねって、はい、クリスチャンの、まあ、レッテルというのはそんなもんじゃないですか。そうですね、今もそうかな。今は私ヤンバル知らないんですよ。いや今ヤンバルだけじゃなくて、ああ全体的に、これは私にかかってるでしょうね。聞いてみないと分かんない ね、 でもね、キリスト教はどう思いますか。はい、まあ、あれから変なね、変なキリスト教も出てきたりしてね。そうですよね、昔ほどいいイメージはないのかなって思うんだけど、でもね、キリストの教会に対するイメージというのはまあ大体おおむね、はい、いいイメージであるということですよね、はい、で、キリスト教教会について、何を知ってますかというと、まず一番目に挙げるのがクリスマスそうですね、だよね、はい、クリスマスといったキリストでしょう、はい、教会でしょう。そうですね、ですからね、意外とね、あの皆さんの、うん、頭の中にはキリスト教というのが入ってるんですよ、はい、もうクリスマスといったら、はい、プレゼントの世界、何かプレゼントし合うという世界でしょう、ね、それは神様がイエス・キリストという神様を自分の子供人間の世界に送った、プレゼントした、あのプレゼントに根ざしていますよね、はい、クリスチャンでない人たちでもあのクリスマスのお祝いはするという、はい、非常に七不思議の一つの ね、 そうですね、不思議なことをやります、はい、まあそれぐらいね、キリスト教に対するイメージというのはいいイメージだなと思うんですけれども、2番目にね、十戒、はい、塔の戒めというのはね、これも大体は知っていますでしょう。そうですね、別に聖書を読んだわけでもないんですけどね、はい、で、まあ、教会に来たわけでもないんだけれども、はい、まあ、いつ教えられたかもわからないんだけれども、はい、ね、実戒というのがあるよね、そうですね、ということですけれどもね、はい、まあ、こういうふうにね、キリスト教に対する知識イメージというのは、まあ、社会の一般の皆さんをお持ちであるということなんですね、はい、じゃあキリストの世界と教えと、このユタの教えとユタの世界とどう違うか、はい、ということをね、取り上げているのがこの番組ですよね、はい、はい、今日も楽しく言いたい放題言っていきましょう、はいはい、よろしくお願いいたします。どうぞまたラジオを聴きの皆さんのね、さまざまなコメントもお待ちしてますね、皆さんもどうぞ言いたいことありましたらどんどん言ってください。何でも構いませんですよ。またキリスト教について聞きたいことがありましたらどうぞ。私は一応牧師ですので、キリスト教についてはプロでございます。ですからね。はい、聞いてほしいと思います。では一曲聞きましょう。はい、冷やみかち節があります。カリーをつけて元気よく、元気つけてから、ね、おしゃべりしていきます。冷やみかち節、カリウシ進化です。
たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。はい、カリーの歌、カリーじゃないね元気をつけるためにね書きました、はい、カリーユシシンカヒヤミカチということですけれども、私はね、はい、キリスト教の牧師でしょう、はい、で教会の名前つけるときにね、はい、次ヒヤミカチ教会作ろうと思って、いいです、ね、つけようと思ったわけですよだって今ゆいまる教会ってあるでしょう、はい、でユガ風教会、次はヒヤミカチ、いいんじゃない、いいですね、ね、はい、なんだかあの横文字の教会とかさ、はい、ちょっと私たちと馴染みがなかなかできない教会の名前が多いですよね。多いですね。まあ、聖書から取っているからね、はい、それもとても素晴らしいんだけれども、ちょっともうちょっと方向転換してね、はい、まあ、沖縄の言葉の教会があってもいいんじゃないかなって思って、うん、はい、親しみが持てますね。ね、えみちゃんが次牧師になったら冷やみたち教会にやろうか。いやいやいや、なんで大変ですよ、私が牧師になったら。ああ、楽しいはずよ、毎日ダンスしてるでしょ。だからよ、あの賛美とダンスの教会にして、だから冷やみかちって似合うと思うね。ああね、神様が許せば、まあ、キリスト教というものにね、もう少しお話ししたいなと思うんですけど、キリスト教を信じるようになっていいことがたくさんある。私はもう山ほどあります。だよね、はい、大地、あの若くなったじゃん。あ、それは私は分かりませんけど、うん、私はもうとっても体が弱かったんです、これでいて。あ、そうなの。ボロボロでした、あの若い子供の頃。もう教会に来てから私ガラリッと健康になりましたね。へえ。もうこれはね、あの、うん、本当にありがたいです。まあ、あの悩みというのはさ、はい、ずっと人間つきまとうんだけれども、はい、でもあの教会に来るようになってからの悩みと、はいはい、その来る前の悩みというのは違うでしょ。そうですね、うん、私はね、うん、あの教会に来てからも試練はたくさんありました、うんうんうん、しかしその試練は乗り越えられる、信頼して共に歩いていれば、あの本当に楽々と乗り越えられるっていう体験をしてますね。ね、たくさん体験しますよね、はい、だから神様が、まあ、生きてる神様、イエス・キリストになる神様が言うんですよね、はい、乗り越えられない試練は与えない。そうですね、こういう言葉を聞くのもね、はい、なんだかクリスチャンになってからですよ、うん、でいつも感謝しなさいとか、はい、ね、いつも喜んでいなさいとか、はい、そういう教えもね、はい、このクリスチャンになってから本当に言葉としてね、はい、自分で噛み締めることができた、はい、時々人から言われるんだけどね、はい、まあそうなんだろうなというぐらいでしたけれど、はい、でも自分がね、こういう聖書を読んで、クリスチャンになって聖書を読んで初めて自分の中に入れるという、ね、はい、その言葉を入れるということができたのはやっぱクリスチャンになってからです。そうです ね、 ね、はい、いいことがたくさんありました。はい、もう実感してます。健康が良くなったとか、はい、金持ちになったとか。お金の、まあ、あんまり普通ですね。普通ね、はい、うん、困らない程度にはありました。そうですね、まあ、あの事業もするようになりました。あのよろしいですか。どうぞどうぞ。びっくりなんですけども、うん、私が教会に行ってから主人がね、うん、脳梗塞で倒れちゃったんですよ、うん、そうすると周りがね、うん、ほら見てみーと、あね、バチャトとお砂糖とかね、そう言われたんです、うんうん、ところがね、うん、あれほど教会に行くのを反対してた主人が洗礼受けましたどうでしょう。だからね、これが私にとりましてはね、うん、最高のプレゼントでした。ですよね、はい、同じ価値観を持つようになりましたって、はいはい、これほど素晴らしいことないですよね、はい。大体夫婦でもね、はい、あの、まあ、あなたの人生さ、はい、私の人生さってこういうふうにきっちりあの分けるじゃないですか、はい、ね、でも聖書は一体だって。そうです ね、 ね、同じ価値観を持つというのはなかなか難しいけれども、はい、でも脳梗塞になって同じ価値観を持つようになりましたって
実は結婚する前確かめたんです、うん、イエス様信じてるかどうか、うん、信じてる風なしてましたで結婚した途端に反対するわけですよ、あれこれ教会行くなとかなんだかガタガタするなとかね、それでわじわじしてたんですけど、まあ、大体男ってそんなもんじゃない、ね、好きな女性を釣り上げるのにさ、まあ、相手に合わせていくって、はい、何でも口約束はしますよね、はい、教会行っていいよとかね、はい、一緒に行ってもいいよとか、はい、でもあれは釣るまででね、でしょうね、ガラリッと変わりました。タバコ吸う人嫌い、酒飲む人嫌い、うん、もう条件でした、うん、だからやりません、ね、やった途端に、結婚した途端に、うん、タバコはスパスパ、お酒は飲むわなんじゃこれということでございました。まあ男ってそんなもんだと思うよ。そうなんですか、うん、だから男嫌いだったんですよ私ね、うん、大の男嫌いだったんですが、うん、教会に来てびっくりしたんですね、うん、天のお父様は男ですね、イエス様は男です、ね、そうです、あれ私ってどうしてこんなに誤解してたんだろうと教会に来て初めて男性のね素晴らしさが少しずつ分かってまいりました。そうですよね、はい、まあ、ご主人もねこういうふうにクリスチャンになりました、はい、こんな嬉しいことないですよね。そうですね、最高ですね、うん、だいたい沖縄ではさどちらかがクリスチャンなんですよね、はい、夫婦家族ごとクリスチャンというのは、まあ、なかなか ね難しいですね、少ないではありますよね、はい、でもねエミちゃんの場合は、はい、ご主人が脳梗塞になってクリスチャンになりました、はい、いや災い転じて福となる、そうそうそう、まさにその通りですね、はいはい、まあ、これがね生きてる神様のね、まあ、ある面ではやり方というのかな、はい、でもありますよね、はい、私もそうですけど事業に失敗しなければクリスチャンにならなかったね、うん、本当ですね、失敗したおかげで牧師になりました、うんうん、牧師って最高だなって思いますよね、はい、はい、まあ、そういうことでね、クリスチャンになるということがたくさんあるというのも事実であります。またね、もう一つは世の仕組みがよくわかるようになる。そうなんですね、特に沖縄はさ、はい、拝みの世界じゃん。そうですね、拝み事が多いよね、はい、山の中にも右岸所がある、もう右岸所だらけ、はい、なんでそういうところを拝まんといかんの、はい、井戸は拝まされる、はい、しまいにはトイレまで拝まされるって、そういうそれがでも沖縄の文化だと言ってるでしょ、うん、でも本当の世の中はそうじゃないんだなっていうのが分かりますよね、はい、この拝みの文化というのは沖縄だけに通用する、うん、ね、今はインターナショナルの世界ですよ、うん、だから それが全然通用しない、外国ではね。そうですね、うん、だからこんな文化って本当にあるんだろうか、うん、ということでね、はい、クリスチャンになるとね、あ、これがねいいか悪いかがすぐ分かるようになる、はいはい、こんな素晴らしいこともないですよね、はい、まあ、これからお盆に向かっていきますけれどもね、この番組の中でもお盆の話もしたいなと思うんだけど、はい、ね、まあ、皆さんね、キリスト教というのは少しはかじってほしいなと。そうですね、ぜひ教会に一度はねお越しくださいますよって言いたいね、はい、まあ、何よりもね、クリスチャンになった時にね、キリスト教の世界に入った時にね、何が最高だったかというと、はい、愛というものが分かったということ、はい、ね、愛には4つあるけれど、はい、私たちが、まあ、私がね知っていた愛というのはエロスの愛だけでして、そうですね、一般的にはもうエロスのみですね、うん、ですよね、はい、でもそこには聖書の教えにはもう親子の愛があった、はい、で友人との愛があった、はい、ね、ただの友情じゃないですよ ね、 そ、 うですね、そこに愛があった、はい、でなおかつ神からの愛があった、アガペですね、そうですよね、もう無条件の愛というの、はい、そういうものもね、そんな愛があるんだって、はい、だからそれを教えられたわけですよ ね、 そうですね、だからねキリストの世界ってすごいなって本当に思います。深いですね、うん、皆さんどうぞね、ラジオを聞いている皆さん、キリスト教にね、キリスト教というものはそういうものですから、まあ宗教嫌いの皆さんたくさんいると思うけれども、ね、でもまずは
かじってみて初めてその味が分かる、はい、食べてみて初めて美味しいかどうかが分かる、はい、それをね体験してほしいね。聖書を読むなりね、はい、まあ固くなにさ宗教は嫌いだと言って拒否するんではなくて、はい、まあ、私がそうでしたけれども、うんうん、でもかじってみたら最高に美味しかった、うん、そうです ね、 ね、養分栄養分十分な教えであったということをね、はい、が分かりましたよということですけれども、愛という字と恋という字がありますでしょう、はい、共通しているのは一つあるね、はい、ちょっとあの正志さん愛という字はあこれには出せないんだね、すぐはね、愛という字ちょっと思い浮かべてみてください。愛で恋というのを書きますけれども、共通したのが使われている心という字ですよね、はい、心という字で、私が持っていたものはほとんど、ね、恋というものでした。あ、今出てきました、はい、愛と心、あ、恋、愛と恋というのが出ましたけれどもね、その2つ共通するのが心、愛にも心が使われて、恋にも心が使われて、そうですよね、私が生きてきた、ね、こう愛だと思っていた生きている間ね、今まで生きてきてクリスチャンになる前まで生きてきて、愛というものを持っていたと思ったら恋だったわけです。で、愛を本当の愛を知ったのはクリスチャンになってから40歳の時です、うん、でその時に教えられた言葉、はい、愛という字の中心には心がある、使われてますよね、はい、中心にね、で恋という字のちょっと下下心本当下心というよね、常に下心が愛だと思っていたわけです。だけどクリスチャンだってね、わお全然違うんだな、この愛というもの、本物の愛というものをイエス・キリストから受け取ったわけなんですね。愛が中心ですと言われまして、いやその時はね感動でしたね。愛という素晴らしさをねやっぱり体験したわけでありますけれども、どうぞ皆さんね、ラジオ聴いてる皆さん、ちょっとだけ考えてみてみてください。おそらくまあ私は40歳、まあまだまだ若い皆さんね、目が開かれる可能性はありますよね。アーメンです。アーメン。恋したことあるでしょ。うん、まあ愛したこともあるでしょ。一度はありますね。ご主人と出会った時ね、はあはあ、あの時楽しかったんじゃない？いや私はどうでしょうかね。あんまり感動してないね。はい、そうなの。とてもしつこかったです。あ、父ちゃんが、はい、それは当たり前じゃないですか、男みんなしつこい。100日毎晩通われて、うん、もうずっとノックノックノックしてたんですけど、私はもう右腕振ってました、うん、ノー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 で。でもあれって不思議ですね、あの彼のいいところが見えてきたんですよ、私に足りないものが、うん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 、それでちょっとね、あの空洞が空いてしまって、そこにそこっと入ってしまったんでしょうでも恋してる時楽しいよね。まあでしょうね。あのどっちかというと私とても冷淡な女なんですね、うん、例えば彼が浮気をしたら、うん、どうぞ行ってらっしゃいと、帰ってこなくていいですよっていうタイプなんです。ということは熱烈に彼を愛してない。私自分をね、あの診断してね、なんだお前っていつも言ってましたね。相当クールだなと。行ってらっしゃいっていうタイプです。今は違う。今はあまりにもかわいそうで、かわいそうで、かわいそうから愛になってるんです
はい、まあ、秋田先ほどお話をしました。次ですね、皆さん、このユタというね、お話をしますけれども、ユタについて、ここに一冊の本があってね、丸ごとわかるユタという本を、ね、見つけてきました。まあ、この間からね、そのユタ、この本のね、お話をしてますけれども、こういうタイトルがついてますよ。ユタは霊能者、それともエセ占い師、どっちなのということ。で、もう一つは、あなたはユタ荒野になりますか、それともユタ会をやめますかというね、ものすごいね、面白い本をね、見つけてきましたので、この本を中心にですね、はい、ユタのお話をしていきますけれども、一曲聞こうかな。一旦まあマイク、マーカイガーって、喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。はい、一旦アンマーマーカイガーでしたね。ちょっと、ディエちゃんが大きな失敗をして、でいつも本当のことを言ってズケズケ言って傷つけている私ですけれども、でももう全然ね、傷つかなくなりましたね。この毒舌に慣れてきちゃってね、あの顔が可愛いでしょ、はい、ね、心まで可愛くなってしまって、あのちょこっと傷つくとね、いじめがいもあるんだけどね、最近ね、反抗されてね、反発されて、反撃されてきて、ということでね、はい、ユタのお話をしていきます。はい、ユタはあなたを幸せにしますかということでね、沖縄のタブーに果敢と挑戦しているお年寄り2人ですけれどもじゃあ、エミちゃんね、
まあ、豊かにしたことあるよね。ありますよ。私も一度だけある、はい、たった一回だけだけどね、一、はい、回だけですね。私もえみちゃんもあるよね、はい、じゃあちょっとお話聞かせてよ。あの私の年齢だとね、うん、もうほとんどの方が豊かってますけど、あですよね、私の場合はね、うん、あの娘が転換だったんです、うん、で信用する美容室のお客様がね、うん、あのうがみはしなくても、うん、病気は治すよって言うんで、あユタが言ったらね、はい、うがみはしないでもいいって言うから、うん、あだったら行ってみようかっていうことで、うん、合わせまでバスで通いました。で最初はね家族ごとおいでって言うんで主人も連れて行きました、うん、また主人は男でしょ、うん、ユタを見て散々やじるわけですよ。あれは何これは何ああしてこうしてって。そうするとユタがね、え次から俺ソーティ食うんなよと。あそ の, ゆゆあの一緒にユタの前に出た時に、はいはい、偉いねご主人。主人がもうチク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 ユタをいじるんですね、うん、そうするとユタもね、うん、頭に来たんでしょうね。それはそうよね。次からもう連れてくるなっていうことで、うんうん、もうね、2人だけ娘と2人で、はい、通いました、うん、なんと1ヶ月で100万飛びましたよ。あすごいね。もう恐ろしい世界ですね、うん、で1回 5万円ですから、うん、よくもよくもそういうお金どっから私はね、うん、引っ張り出してきたんだろうと今思うとね、うん、驚きですね。だからね、うん、ユタばっかり通ってる方々が財産を失い家族も全部チリチリバラバラとんでもない世界に入っていくっていうのはもうたった一月で100万ですからですよ、ね、とんでもないですね。とんでもない金額でありますよね。恐ろしいですね、まあ、それで娘さん転換治った。あいくらかで本人はね、うんうん、いい気持ちとは言ってましたけど治るはずないですよ本人がいい気持ちって言うんでならばと思って一月行ったんですけれども、うん、完全に治ってませんでした。全然変わらなかった。変わらないですね、うん、そうですよね。それでね、うん、もうこれほどにお金使うんだったら、うん、家族全部死の世界に入るから、うん、もう我々2人だけ死のうよ、うんうん、ということで引いたんですよ、うんうん、まあ、もうあの死んでもいいと、はい、もうこんなにお金、ね、使ったら家族全員が道連れになるから。そう、はい、そうですね、うん、でもいい決断しましたね。そうですね。もともとユタに行きたくないという思いは根底にありましたから、うん、ということは私を養ってくださった方は全くユタの話はなかったですね、うん、で教会に行くっていうと、うん、心の勉強ならば行きなさいと、うん、そういうふうな育ての親でしたから。私は親がいないんでね、うん、その方がとても優しく導いてくれたんですね。ユタ行けやっていう話は一度もなかったです。その時そこまではね、はい、かなり順調な人生だったんだね。そうなんですね。子供が生まれてから大変だったんだ。そうですね、うん、で沖縄ではさ、はい、こう転換っていう、まあ、大体はさだかり生まれって言うんだけどね、はい、そうなんです。そう言いますよね。言われてます、うん、そういう子供が生まれると大体はもうユタにお金をはまるでしょう ね, ね大変ですもの。気の毒で気の毒で。そうですよね、はい、まあ、子供見ても大変だしね、はい、なんとか親はやっぱり治したい。そうですね、まあ、医者が治せない、はい、病院行っても絶対もう治せませんね、はい、絶対がつくよね、はい、だからユタに行かざるを得ないということになるんだけれども、はい、で全然変わらなかった。変わらなかったです。ね、あのユタにすがる気持ちはよくわかりますね。ここに一冊のねユタの本があります。この本にはね、あなたはユタ子親になりますか、それともユタ会をやめますかという本ですけれど、皆さん買ってみたらいいと思うね、この本ね。そうですね、読みたいですね、うん、でね、あのユタ会のきっかけというのがね、書かれていまして、ユタの中には結婚した女性の 7、8割はユタ会をすると豪語する者もいます。ユタの方がね、はい、でまあ、結婚した女性の 7、8割、すごいね、はあ、その通りだとすれば、はい、沖縄の女性は結婚したらほとんどユタ街に行く、はい、ということよね、はい、じゃあそれで幸せになったらいいんだけどさ、はい、聞く話はほとんど悲劇の話が多い。そうですね、の事実よね、はい、この間もね、あのうちの糸満の教会人はあのちょっとやっぱり年配夫婦が自分の子供がもう生まれて、まあ
しばらくしたら佐渡から生まれになった。それからねもうありとあらゆるあの、まあ、病院を回った、三神僧も行った、もうありとあらゆる宗教も行きましたということで、教会来たんですよ、はい、でこの方が言いました、2000万円使った、もう家一軒建てていましたよ。ところが娘はもう40歳ぐらいになるわけですよね。全然変わらないって、治らなかったということで最後の砦として教会に来た。運のいい方ですね。ね、本当にね気の毒でしたよ、話を聞くのも聞いてみるとね。だってこっち行き、あっち行き、あっちがいいといえばあっち行く。でユタもこのユタがチューバーどうと言ったらここに行く、でもっとチューバー上げたらあっちに行く、はいね、もうお金がいくらっても足りませんということでね、はい、いやこの、あの方々に会ってね、やっぱりねこのユタの話を私たちはしないといけないのかなって思ったわけですよ。うん、そうです ね私たちクリスチャンはこのユタ買いをしたらどうなるかっていうのよくわかるね、はい、でもあの、まあ、社会の皆さんはね、はい、なかなかわからない、ね、なあ、まあ、いつか治るだろう治るだろうと言ってもこういろいろな拝み事をさせられる、はい、で数々の拝ん寿を回される、はい、ということですよね。そうでしょうね。やっぱ拝ん寿行きました？私は行ってません。もうユタのお家だけ。あ、お家だけです。あのそういうとこ連れて行くんだったら即やめようと思ってました。ということは噂には聞いてましたから。あ、聞いてたからね。キリがないよっていうこと、うんうん、まあ、病室ね、美少院をやっていたから、はい、いろいろなお客さんが来て、はいね、まあ、そこはある面ではストレス発散の場でもありますよね。そうですね。もう話をしたい、はい、話を聞いてって言いながらパーマかけるんでしょ、はいね、だからエミちゃんはもう聞く方だったんじゃないですかね。そうですね、主にね。でもお客さんがでも自分の悩みも、ね、当然あるわけだから、はい、こういう悩みがあると言ったらじゃあ言った。私は幼い頃から教会イエス様のお話聞いてますから、うん、ユタの言うも言いませんでしたけど、うん、一度だけユタがパーマに来たんですよ、うん、あの私をねウェブ入れてちょうだいと、うんうん、ところがね頭触る時に私の頭には神様がいるからとても気をつけて頭を扱いなさいと言われました。はい、かしこまりましたということですけれども、うん、何この女って、私にとっては何この女っていう感じでしたけどもね、失礼なことに神様がいるんだそう。でもね、あのこれにもこの本にも書いてあるんですけどね、はい、やっぱあのユタの皆さんは非常に個性が強くて強いです ね, ね、で自分が一番、はい、あの分かるユタ、はい、強いユタだと言うんだって、はい、みんなそう言うんだって、ね、だからあのユタがユタを、はい、他のユタを褒めるということはまずしないんだって。あ、そうですか、うん、で自分が一番よく当たる、はい、よくわかる、はい、そうするとお客さんがたくさん来るという、ね、論理ですよね。だからその性格というのは現れていたのかね。ええ、それでですね、うん、その方お連れしたお姉さまが私の常連客だったんですね、うん、その方がおっしゃるには、うん、ウイガウトチムグルサンドー上司チャルヤンドーって、ご主人を上司チャにしてる、もうはい、顎で使ってたそうです。だから本末転倒、女性が上ですね、うん、まあ、でもそれね分からんわけではないね、うん、だってユタの皆さん稼ぐでしょ。そうでしょうね、儲かるから、はあ、まあ、神浮いて一緒にならざるを得ないじゃない、うん、はいはい、ね、神浮いたなんだかうちのことかなだってそうならざるを得ないよね、うん、まあ、あの男はさ、もう主人じゃなくて男は、そうですね、まあ、使えておけば、はい、あの奥さんがねたくさん稼いでくれるから、はい、まあ、使えておこうかってだったんじゃないかね。そうですよね。だから男が頭いいのか
ユタが頭いいのかわからんかったはずよ。ご主人が頭いいのか。ユタが相当強いんじゃないですか。ご主人従えて。びっくりしました、うん、私に対しても神がいるから気をつけなさいって初対面の私にね、気をつけろっていうくらいの強い人でしたよ。まあそうよね。神、この生えてる神なのか、あの神なのか、霊の神なのか、新聞紙の神なのか、さっぱりわからんかった、はい、まあということでね、皆さんユタについてのお話はたくさんありますけれども、まあ一つ一つね、こういうふうにね、令和を持ち出しながらね話をしていきますけれども、非常に不思議っていうのはね、ユタって看板出してないよね。そうですね、うん、見たことないですね。ね、宣伝する人もいないしね。はい、お互いにラジオから CM 流す人もいないし、うん、それでも商売繁盛だってよ、うん、なんだかすごいと思いません？そうですね、うん、あれ口コミなんでしょう。口コミでしょうね。口コミ商売ですよね、はい、いやいいね、あんなして商売ができるんだったら楽だよね。あのとっても、あの 食べ物に対して、あのなんていうのかな、すごいんですってね、あそこの何が美味しいからっていうことで友達に聞いたらね、そんなこと言ってました。食べることも上手だそうです。まあどこに美味しい、あ、はい、美味しい場所はどこか、美味しいレストラン、そば屋さんどこかというのを全部ね、はいはい、あの分かるというのを聞きますね。ペカチマヤエミシェさやと思ってまああれぐらいさ、こうあの人の上に君臨するわけだから、はい、霊的、まあ、能力あるわけだから、はい、そうならざるを得ないんだろうね、うん、いやもう私の知らないところで友達がそういうふうにあったっていうことを聞いたんで、うん、あなたはそれでもついていったの？ったら、おかしいおかしいと思いながらついていったって。どこでプチュッと誰かが切ってあげないとかわいそうなんですね、そういう方々 ね。それを私たちはやらないといけないんじゃないかなと、うん、そうですよね、はい、だからあのユタの皆さんも霊の世界、はい、私たちキリスト教も霊の世界です、はい、ね、キリスト教も本当の霊の世界です、はい、だからあのこのお互いが霊の世界よくわかるわけです、はい、ユタの皆さんはキリストの神様イエスキリストよく知って霊の世界だからね。そうですね、そう、僕らもまたユタのこの霊というものをよくわかる、はい、だから私たちクリスチャンは本当はね、こういうふうに、まあ、正直に正しく語らないといけないと思うんだけれどもね、ですから、まあ、どうぞユタに、ね、興味ある皆さんね、一つユタ会に行く前に教会の牧師に相談した方がいいよね。そうですね、賛成です。クリスチャンで相談した方がいいよね、はい、だって私も霊能力者ですよ、はい、そうです、クリスチャンも霊能力者ですよ、はいね、はい、ユタもそうだけど、そうですね、じゃあどっちの霊がね、はい、本当にいい霊なのか、正しいか、そう、それをね少しね、まあ学んでから、うん、じゃあユタもちょっと行ってみようかということがいいと思うんだけどね、はい、うん、はい、皆さんね、まあ、ユタ買うよりかもまずクリスチャンの話を聞いて、そうすると損しない、はい、で牧師の話を聞いたらもう絶対損しない。そうです ね、 ね、もうこれは 100%、はい、OK です。ですからね、皆さん、まあ、あの大金を使う前にね、まずは、はい、私のところに電話ください。そうですね、沖縄ベテネチャーチといってね、はい、今あのこのユタはあなたを幸せにしますかのスポンサーでございますから、はい、電話番号もね、この後あの、まあ、CM でね放送しますんで、ぜひね、来てみてください、はい、でも拝み事とかね、はい、いろいろ悩みがありましたら相談に応じます、はい、もちろん全て無料であります。もちろんですね、はい、ちょっとねこの間からの声がね、1ヶ月ぐらい前から声がおかしくなってね、うんうん、大丈夫ですよね、はっきり聞こえます。だからちょっと聞きづらいかもしれません、はい、本当に申し訳ありませんけれども、はい、ユタはあなたを幸せにしますかって、もういよいよ時間です。
はい、あと2、3分あっという間です ね。はい、ぜひ皆さんねこの本紹介しましょうね。まあ、聖書も紹介したいんだけど本当この聖書ね皆さん聖書私のカバーがついてるけど聖書を読んでほしいなって思います。そうですね、聖書はね私たちにたくさんたくさんいいことを教えますよ。一つだけ紹介します。人の心の高慢は破滅に先立ち、謙遜は栄誉に先立つ。箴言18章12節。アメン。もう一度言いますよ。人の心の高慢は破滅に先立ち、謙遜は栄誉に先立つ。アメン。箴言18章12節であります。このように聖書ね素晴らしいことを教えますので、皆さんどうぞ聖書をお読みになって、またそのユタに興味ある方はどうぞねこのユタという本もね、はい、読んでみてください。丸ごとわかるユタ、霊能者それともエッセイ占い師というタイトルになってます。もう一つタイトルあなたはユタ荒野になりますか、それともユタ会をやめますかというね、本当に面白い本であります。何もこれクリスチャンが書いたわけじゃないんですよ。はい、クリスチャンでない沖縄のね、素晴らしいお方が書きになった本です。はい、皆さん本当にありがとうございました。お祈りをしてからお別れします。エミちゃんありがとう、はい、来週お会いしましょうね、はい、ということで、はい、皆さんよろしく、はい、天の父なる神様、今日もラジオを聞いてくださり感謝します。 FM 那覇を大いに祝福してください。今日ラジオを聞いてくださった方々の上に健康の祝福、経済の祝福、平安の祝福で満たしてくださいますようにお願いいたします。今日一日が素晴らしい素晴らしい一日となりますように、イエス・キリストの御名によって祝福を宣言してお祈りいたします。アーメン、アーメン。はい、パーソナリティはリオでした。エミちゃんです。はい、じゃあ皆さんさようなら、また来週お会いします。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。